ロレンソスムロンは、フィリピンの政治家。元老院議員を20年間以上務めた。1960年の国連総会で、ソ連の外交姿勢を批判する演説を行うも、これに激怒したニキータ・フルシチョフ第一書記が靴を脱いで、机を叩くという事態を起こした。1905年にフィリピンは、リサール州のアンティポロで生まれる。フィリピン大学で法律を学び、 1929年に司法試験に主席で合格する。その後、ハーバードロースクールに進み、1932年に修士号の学位を得た。1946年のフィリピン総選挙で大議員の議員となる。1949年に元老院議員になる。1955年、1961年にも当選し、 1967年の選挙には立候補しなかったものの、1969年の選挙で返り咲いた。スムロンは最初は自由党に、そして後にナショナリスタ党に所属した。1972年、マルコス大統領によるフィリピン全土の戒厳令により、スムロンは議員の職を失職した。1986年にマルコスが クーデターで失脚し、コラソン・アキノが大統領になると、スムロンはフィリピン新憲法の制定に携わるようになる。1997年10月21日に92歳で没した。1960年、スムロンは元老院の外交委員会の議長を務めており、そのために同年の国連総会にフィリピン代表団の団長として赴くことになった。 総会での演説で、スムロンは、フィリピンの過去の植民地の歴史を、当時の東ヨーロッパ諸国の状況と重ねた上で、ソ連に対して、東ヨーロッパ市民に対して、政治的自由を与えるように要求した。このスムロンの演説は、ソ連代表団が、アメリカ帝国主義を非難して提出した、植民地主義非難決議案に対する意趣返しであった。フルシチョフは、 この演説に激行し、スムロンの演説の最中に靴を脱いでこれを大きく振った上で、続いて脱いだ靴あるいはただの拳で机をバンバンと叩いて、スムロンの演説を妨害した。また、スムロンのことをバカ、間抜けで帝国主義者のおべっか使いと罵ったコメントを出している。ありがとうございます。